どうもナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最強キャラランキングやっていきます。ちなみにこのランキング個人的な意見が入りますのでよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。それでは第13位からいきます。13位はレナですね。主人公ですけども最下位です。ヒーラーって序盤中盤はまあいるかもしれないですけども、終盤とかもうクリア後になるとほぼ使わないんですよね。回復があんまりいらない、火力でご利用しできるので、なのでそこまで必要がないかなっていうところで13位です。それでは12位です。12位はノエルですね。理由としてはレナと同じくヒーラーがそんなに必要ないっていうことです。しかも出てくるのが終盤の方になりまして、ちょうどねヒーラーが必要じゃなくなる頃に出るんですよね。なのでほぼほぼ使ってません。12位です。それでは11位です。11位はセリーヌですね。仲間になった時は意外と使えるなと思ってたんですけども、終盤になるにつれ呪文の弱さっていうのが分かってきた。これどうしてもね近接攻撃の方が強いんですよね。あれ呪文を唱える時間がもうほんとわずかとかだったらメテオスフォームを連発すれば強いんだけども、そうはいかないので、まあ11位ぐらいですかね。それでは10位、10位はレオンですね。術師系の中では一番強いと思います。最強魔法のエクステンション。あれが、まあ、10万以上のダメージ与えれますし、ブレイク力が高いので、まあ、術師系の中では一番いいかなと思います。でも、10位です。それでは第9位です。第9位は千里ですね。必殺技の10万ボルトは、まあ、使い勝手はいいんですけども、火力がない。火力がまずないんですよね。原作では強かったらしいんですけども、リメイク版ではちょっと微妙じゃないですかね。第9位が千里です。次、8位。8位はボーマンですね。ボーマンも千里と同じく原作では強かったらしいんですよ。ドッキランが強かったらしいんだけども、使ってみたところリメイク版ではいまいちなんですよね。やっぱり火力がないっていうことで順位は8位ぐらいですね。まあ無敵になる装備はあるんですけども、まあそれでも8位かな。続いては7位、オペラですね。オペラね、必殺技強いんですよ。グラビティシェルめちゃくちゃ強いんだけども、火力がない。今作なんかあれですよね。火力があるやつとないやつが結構はっきり分かれてて、もったいないんですよね。必殺技が強いんだけども、7位っていうところです。それでは第6位、6位はアシュトンですね。必殺技は実際微妙だと思います。最強技のトライエース、あれ取った時にこれ絶対強いだろうと思って使ったら微妙すぎた。技は微妙。でも、アシュトンは装備に恵まれてるので、第6位ですね。装備がなかったらこれだいぶ下だと思います。とにかく装備が強い。それだけで第6位です。第5位、5位はクロードですね。ここで主人公が入ってきます。アシュトンと同じく装備が強い。とにかく強いんですよ。で、クロードは必殺技も意外と強くって、流星章を近接で当てるとすごくダメージが出て強い。あとね、空破山が残念なんだよね。ディアスぐらい強かったらいいのに、なぜかクロードの空破山は弱い。まあ、流星章が強いので、ほんと使いやすいキャラクターだとは思います。第5位はクロードです。それでは4位に行きましょう。4位はエルネストです。まず装備が強い。無敵にもなりますし、最強武器のグロリアスソーン。これが強い。必殺技が当たると、追加ダメージが出るんですけども、エルネスト必殺技がね、めちゃくちゃ強いんですよ。ディメンションも強いし、ブロークンハート、あとソニックも強いので、まあ、とにかく使いやすいキャラクターです。でも4位ですね。他が強すぎるんですよ。
それでは第3位です。第3位はウェルチですね。とにかく火力が高い。多分全キャラの中で一番火力を出せるのはウェルチではないでしょうか。連続ビンタがとにかく強い。あれだけで勝てるっていう感じですね。そして装備だよね。刺し棒行くぞオラ、一番最強のやつなんですけども、あれで、火力がすごく上がるんですよね。でも制限があって、男性キャラクターを3人入れなきゃいけない。これがね、1人とかで良ければ良かったんですけども、まあ、そこが第3位っていうところですかね。まあ、とにかく火力が強いので、めちゃくちゃ使います。第3位はウェルチです。それでは第2位です。第2位はディアスですね。クロードとアシュトンと同じく装備がとにかく強い。この装備だけで本当にめちゃくちゃ強いんですよね。そしてディアスは必殺技が強い。空破山がとにかくぶっ壊れてるんですよね。あれなんでクロードと違うのかって思うんですけども、まあとにかくディアスの空破山はやばすぎです。あれ撃ってるだけで勝てます。第2位はディアスです。それでは第1位です。第1位はプリシスですね。これダントツだと思います。まず装備が強い。必殺技のダメージが 200% 上がる最強装備がある。で、必殺技がまず強いっていうやつですね。もうロケットパンチとバリア、もうどっちでもいいので、もうポン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 投げとくだけで勝てます。もうそれだけでいいっていうキャラクターで。うん。あと可愛いっていうのもありますよね。第1位はダントツでプリシスです。はい、ということで今日は最強キャラランキングでした。このゲームキャラクターの戦闘力の差が結構あるんですよね。で、特に術師が弱い。もう少しね、呪文の火力とか、あとなんだろうな、炎症速度の遅さっていうのを改善できればもう少し術師が強くなると思うんですけども、まあ今の状態で術師使うことはあんまないですかね。はい、ということでこのランキングには個人的な意見が入っておりますのでご了承ください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。